ついにナイトとの決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。おそらく本当だと思うぜ。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃない。それにヤノとナイトを倒したとなれば、ジャスティスの戦力も相当薄くなる。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。よし、お前ら そろそろ行くぞ。おうや、ナイトをぶっ潰してやろうぜ。よっしゃ。おお、ブエナスノーチェス、キリュウさん。お前の望み通り。言われなくて悪いけど。上等だ。さて、それじゃあパーティーのスタートだ。 さて、一暴れしますか。 一旦退却します。
よし、俺たちの勝ちだ。 様でした。よくやった、お前ら。まさかこれほどとはな。ちょ、さあ、お望み通り相手に俺とった。あんたは、なるほど、そういうの、キリュウさん。ああ。 トランキーロ、焦んなよ、キリュウ。俺の。 Hey!
大丈夫ですか。ああ、なんとかな。約束だ。尾道からジャスティスを撤退させろ。安心しろよ。俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなってるはずだ。それに一応約束したからな。 もう尾道侵略はねえよ。あとはカムロ町に乗り込むだけだね。岡田、待ってろよ。おい、キリュウさんよ。ん？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が嫌いだった。だが、心のどこかでは憧れてたのかもしれねえ。キリュウカズマ、俺はあんたみたいな男になりてえ。 俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。キリュウさんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの。バカ、違えよ。 パレハが何なのかよく分からんが、ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。それまでに怪我を治すんだな。トランキーロ、あっせんなよ。 内藤もやられたみたいですね。そうか、やはりな。予定通りカムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか。ああ、それで進めてくれ。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ、キリュウカズマ。 これで尾道はなんとかなりそうですね。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えてます。いつカムロ町に乗り込むかはまだ決めてないんですけど、とりあえず今は来たる時に備えて尾道でチームを強くしておきましょう。今の状態で突っ込んでも返り討ちに遭うでしょうから。そうだな、当分は尾道で奴らと戦う準備をしておこう。 そういやさ、キリュウさん、あんた裏商人って興味あるか。ああ、まあ簡単に言うと、表にはなかなか出回らない商品を売ってる男だ。
実は俺の知り合いなんだが、キリュウさんなら信頼できるし紹介してもいいと思ってな。装備とか戦いに役立つものが結構揃ってる。喧嘩や決闘するんなら超便利さ。キリュウさんならいろいろと使う機会があるんじゃねえかと思ってな。よければ紹介しようか。ああ、分かった。そいつには俺から連絡しとく。場所はそいつから紹介の許可が出たら後でメールするよ。分かった。いらっしゃい。うまいな。さ、行くか。ありがとうよ。いらっしゃい。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうよ。時間食っちまった。しばらく寝てろ。
いらっしゃいませ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。